お、ミニゲーム発生、追いかけっこ。では始めましょう。二振りの刀剣男子で協力して紺之助に追いつきましょう。 L で開始時に左にいる刀剣男子を、 R で開始時に右にいる刀剣男子を同時に操作できます。ああなるほどですね。二振りで紺之助をうまく追い込み、どちらかが紺之助に接触すれば成功です。あ、どちらかでいいんだ。了解しました。じゃあ早速やっていきましょう。やってみるか。いいんじゃないこれは。お、うまいね。あー、これは難しい。お、よしよし。驚きばかりだったな。ナイスです、鶴さん。ありがとうございます。素早い追い込み、なんですかね、しっかり追い込んでる時の方があんまりうまく捕まえれてなかった気がするんですけども、最後ね、もうやけくそで追いかけてたんですけども、そっちの方が良かったですね。はい、皆さんこんにちは、落ち葉です。よろしくお願いします。それでは刀剣乱舞無双続きやっていきたいと思います。さあ前回ですね、第5部隊の調査が終わりまして、今回からはですね、第4部隊が調査に出陣するということなんで、早速やっていきたいと思います。いよいよだな。うん、頑張らなくっちゃね。新たな義士を検知しました。伊達政宗ですかね。トロ、ご乱心。これは、あ、あの眼帯、そうですね。なんで家臣たちを。うわー、イケメンすぎる。家臣を切ったんだ。そんな、政宗公に限って。何にせよこのまま放っちゃおけない。うん、うん、見送りに来てくれたのかい。いや、先の調査のことを伝えに来た。何があった。巨大な虫が出た。なんだと。まったく、それで説明したつもりかな。妙な敵だ。虫の形をした異形とでも言おうか。ほう、ヤマンバギリのそっくりさんの次は巨大な虫さんか。任せな、どっちも俺たちが見極めてくるぜ。いいですねこのシーン。刀剣乱舞ってみんなイケメンなんですけども、特にあの3人は群を抜いてますよね。義士が検出されました。さあ今回の調査対象ですね、なんて読むんですか、一鳥橋の戦いかな。伊達政宗と佐竹さんかな、ちょっと名前が読めませんね。まあその連合軍が衝突した戦いと。なるほど。よし、じゃあやっていきますか。さて紺之助、第四部隊の調査開始だ。最初くらいは手ほどき頼むぜ。わかりました。先ほど映っていたのは独眼流伊達政宗、織田信長の死後あたりから活躍した武将で、初陣から3年で小手森城の撫で切り、一鳥橋の戦いと勢いを示し、奥州にその名を知らしめます。とはいえ皆様、家中の伊達政宗についてはすでにご存知でしたね。それはもちろんです。ああ、僕らは伊達の刀だ。本来の流れはわかるよ。だから一鳥橋の戦い、この流れはおかしすぎる。新たな流れが検知されました。よし、じゃあやっていきましょう。歪んだ矜持かな。干渉を受けた家臣を退け、伊達政宗の乱心を阻止せよ。なるほどですね。難しい漢字ばっかりだ今回は。政宗公は直前にお父上を亡くすなど窮地にあってね。でも家臣団の助けでこの戦いを切り抜けたはずなんだけど、
本来あるはずのない歴史ではその家臣らを切り捨てていた。あれじゃ自滅してしまうよ。時間素行軍だろう。でしょうね。ええ、どうやら父を失うことを家臣団の企みだと思わされているようです。最低じゃないか。はは、周囲の将たちも干渉を受けているってやつかい。そう判断していいですね。まずは政宗の父伊達輝宗が落命するより前の地点から調査してください。了解です。奥羽の勢力を争う畠山氏と伊達輝宗の会談、介入を疑うならこの辺りが良いでしょう。俺は時間素行軍を撃つ、それだけだ。カラちゃんらしいですね。時間素行軍は武将にも干渉する。もしかしたら。どうした三つ坊、戦う気がないなら置いていくぞ。そう言わないでよカラちゃん、戦う気ならちゃんとあるからさ。一緒に頑張ろう。そうだぜ、何せ久しぶりの出陣だ。戦場での驚きを分かち合おうじゃないか。慣れ合うつもりはない。名言だ、カラちゃんといえばこの言葉。本当対照的ですよね。さあ、そしたら今回はですね、鶴丸国長をメインで使いましょう。大船に乗ったつもりで任せておけ。で今回はですね、カラちゃんが経験値と絆ボーナスを持っているので、今回はカラちゃんをバディとして使っていきたいと思います。真面目にやれ。すいません。成功条件、すべての干渉を受けた武将の撃破。失敗条件、伊達政宗と干渉を受けた武将の接触。これはまた隠密パターンですかね。さあちょっと強化しておきましょうかね。手が増えたな。ほいほい、いただいたぜ。さあ、大舞台の始まりだぜ。戦場にも驚きをもたらそう。かっこいいあまり驚きました。時間素行軍の干渉を受けた将たちがどこかへ向かっているようだけど。また新しいパターンですね。あそこは政宗公がいる部屋だな。真ん前で声高に噂話でもするつもりなんだろうさ。止めに行くぞ。さあやっていきましょう。しかしこの編成での任務はいつぶりだ。妙に気分が高揚するよな。戦に出ることしたら。さあ本当鶴さん使うのもね初めてなんで。かっこいい、これいいね鶴さん。よいしょ。ちょっと慣れながらですね。今回はこの回転切りめちゃくちゃいい。体験版ではねカラちゃんを使ったんですけども、まだ鶴さんとみっちゃんはね使ってなかったんで、いいですねこれは。よいしょ、バディ連撃。いいねいいね。しかも火力めっちゃ高い。今のは強撃かな。いいですね。残りの将も止めようか。もちろんかっこよくね。時間素行軍の干渉を受けた将が伊達政宗に近づいています。急いでください。あ、了解了解。おっと、今受けたと思ったけど受けてたね。それは鶴丸国長ですからね。
攻撃、バリー連撃、周りも巻き込んでいく。だな、そいつも政宗公の部屋に着く前に止めてやろうぜ。オッケー、だいぶ近づいてますね。攻撃、前方はい。ということは直線かな、あれは。対戦よろしくお願いします。打ち上げ、お、やるね、必殺、気楽だな。干渉を受けた将は片付けたぜ。マサムネ公の耳に妙な話が入ることはないかな。畠山義継に動きなしか。ここで無意に時を過ごす必要もある。マサムネ公が城の外に。何ですって。追いかけて様子を見た方がいいよね。新たに時間素行軍が出現しました。了解。お、いっぱい来たね。時間素行軍の連中の諦めが悪いな。今度は階段中のテルメネコを直接襲おうってか。マサメネコを追って言うよ。今はこいつらの生徒だ。よいしょ、すげえ、鶴さん片手で受け止めてたよ今。鶴さん直線好きだな、これめっちゃかっこいい。バディ電撃、いいね。そろそろ戻ってきたか。他でもない政宗公に関わる歴史だ。しっかり守りきりたいよね。お、なぎなったか。よいしょー、ほい。お、なかなか火力がありますね。よいしょー、弱い。後ろも巻き込んで終わりましたね。よし、お、4分44秒。めでたいな。お召し替えでもするかい。いいですね、使いやすいですしね。あの直線攻撃めちゃくちゃかっこよかったですね。今までで一番好きですわあれ。いやー、鶴さんさすがでした。プレイ時間は4分44秒とね、まあ幸せと捉えておきましょう。よし、じゃあ次進んでいきます。時間素行軍も奴らの干渉を受けた将ももういなくなったみたいだ。よかったよかった。ああ、俺たちも退散するとしよう。よし、まず一つ目完了です。次へ。これで政宗公の乱心は防げたか。だといいけどね。なんだ今のは。殿の、なんということ。嘘、結局ご乱心ってこと。そんな、テルムネ様。あ、そっち。義継様、お気を確かに。義継さんか。政宗公がテルムネ公を撃った。畠山義継もろとも。今之助、伊達テルムネの死自体は生死の範疇ですが、さて、本来の流れなのかそうでないのかは調査あるのみです。ああ、範疇ではあるんだ。やれやれ、
やっぱり一筋縄じゃいかないってことだな。頑張ろう、鶴さん、カナちゃん。政宗公の歴史は僕らが守ってあげなくちゃ。そうですね。修復が進みました。さあ、まず一つ終わりました。まあ特に義士になったりはしませんね、今回は。よし、じゃあ次行きます。まだまだ上を目指すぞ。お父上を失い畠山氏を倒した後も、本来の流れでは政宗公は四面楚歌の状況だったはず。なんせ連合軍が結成され襲いかかった。圧倒的劣勢でギリギリ命を拾ったようなものだ。なるほど。そう、なのに妙だよね。この流れを見るに伊達軍が連合軍を押してるみたいだ。時間素行軍の奴ら、今度は政宗公もついたか。まったく何が起きているんだかな。本当に八方美人だな。ま、何はともあれ、ここで連合軍に敗走されちゃ困る。政宗公には悪いが、戦況ひっくり返させてもらうぜ。新たな流れが検知されました。まあ正しい歴史にしないといけないですからね。時には持ち主に抗うことも大事ですから。優劣逆転、伊達軍の拠点を制圧し連合軍を勝利へ導け。了解しました。よし、じゃあ今回はね、食大切光忠さんをメインで使って。ご指名なら期待に応えないとね。そうですね、今回は鶴さんにバディをやってもらいましょうか。勝手知ったる中ってな。いいですね。成功条件、すべての伊達軍拠点の制圧、了解です。敵は、あ、伊達政宗にさっきの片倉さんですね。鬼庭さんかな。で、伊達軍の拠点が3つと。了解しました。おお、 BGM がめちゃくちゃいい。みっちゃんがよりかっこよく見える。こんな拠点を構えているとは。ま、時間素行軍に支援されてる証拠だな。伊達軍の優勢を崩すには拠点を落とす必要がある。そうか。お、拠点。戦場には拠点と呼ばれる多くの敵が集まっている場所があります。拠点に侵入すると拠点ゲージが表示されます。なるほど。拠点ゲージは拠点内の敵を倒すと減っていきます。拠点ゲージをゼロにすると拠点を占拠できます。拠点に強敵が出現している場合は強敵を必ず倒す必要があります。なるほどですね。急に説明が入るから止まっちゃったじゃん。さあ見ていきましょう。おお、なんだ今のすごい、かっけー。全く関係ないとこまで当たってますね。みっちゃんもね、初めて使うんで。おお、めちゃくちゃいい。刀剣男子1のやさおみっちゃんですけども、なんだこれ、これは関係ないのか。こっち行きましょうか。ボケットしてんな。鶴さんナイスサポート。よしよし、じゃあ一つ目入っていきます。はあ、これまた大きな拠点だな。これは連携するしかないか。カナボ、慣れ合うつもり。いいね、その言葉めちゃくちゃいいですよ。おっと、手応えのありそうな相手のご登場だ。必殺。始めようか。かっこよすぎるやろ。おお、防御しても無
ここで華麗に決めてこそだよね。みんな気を引き締めていこう。今のところ必殺技は一番好きですね、みっちゃんのが。おっと、危ない危ない。バディ連撃。オッケー。オッよし、じゃあ次行きましょう。この BGM も本当時代に合ってますね。お、敵の援軍か。政宗様、私に策があります。何でしょうか。家臣の分際で俺に指図するな。俺はもう行く。あとはうまく計らえ。伊達政宗ってこんなキャラだっけ。なんか違うような気がしますけども。だよね。おっと、危ない。おっと、あ、これが、なるほどね。打ち上げ。みっちゃんの強攻撃はちょっと特殊ですね。お、やるね。バディ連撃。必殺技使うまでもないかな。当たんねえな。当たったわ。遅れて当たりました。それじゃあ最後の拠点に向かおうか。よしよし。ちょっとガードが強い敵がいっぱいいますね、今回は。このまま制圧するぞ。さて、あれ拠点の中にこんなに時間差攻撃。果たしてこれで伊達軍の拠点と言えるのか、疑問ではある。確かに。ただここは隊長閣がいませんね。もっと隊長閣いるのかと思ったけども。あ、終わりか。なんか最後は開けなかったですね。うん、十分かっこいいですよ。よし、じゃあ次行きましょう。拠点の制圧完了っと。よし、これで大丈夫そうだな。時期、連合軍が勢いを取り戻すはずだ。頼みますよ、連合軍の皆さん。よし、調査完了、次へ。修復が進みました。よし、じゃあ2つ目もね、精神戻せたので最後もやっていきましょう。終わったな。ああ、ここでできることはもうないな。行くぞ。うん、そうだね。みっちゃんは一体何を考えてるのかな。いえ、調査を継続してください。え、どういうこと。何、もう一つのあれじゃないよね。伊達軍の勢いが止まりません。演算結果は義士のままです。なんだと。こりゃ驚きだね。初調査からしぶといじゃないか。確かに前回の第5部隊とは違いますね。ますますいい調子だよ。伊達軍の勢いがすごすぎるね。圧倒的な兵力差なんて今の政宗公には脅威でも何でもないみたいだ。
すごいな。しかし本来の流れより突出しすぎているのもこの先にとっちゃ考えもんだぜ。まあそれは間違いないですね。関白豊臣秀吉はこの頃紀州四国の平定に夢中で欧州には手をつけずにいてくれたんだがな。ああなるほど、前回の秀吉さんからつながっているところはあるんですね。秀吉が押さえつけにかかれば伊達は一気に失墜か。今伊達軍の猛攻を止めておくべきだ。なるほど、新たな流れが検知されました。本当豊臣さんって影響力強い人だったんですね。さあ今回のミッションは、あ、未解析戦場か。破竹の独眼竜、伊達軍の勢いは衰えず連合軍の敗色は濃厚である。だが早すぎる竜の飛翔は早晩の失墜を招くだろう。正しい歴史のためにも伊達政宗自身のためにも伊達軍はここで敗北しなければならない。伊達軍の武将を退け連合軍を勝利へ導け。了解です。さあそしたら今回はね、カラちゃんに頑張ってもらおうと思います。俺一人で十分で、みっちゃんにバディを頼みます。一緒に頑張ろうね、カラちゃん。いいですね、ここの会話も。戦場情報、成功条件、すべての伊達軍武将の撃破。失敗条件、伊達軍武将いずれかの撃破失敗。なるほど。よし、じゃあやっていきましょう。勝手にやらせてもらう。体験版以来だね。解析開始。このままじゃいずれ連合軍が壊滅する。なんとか伊達軍の勢いを抑えないと。行くぞ、伊達の首脳を取り組む。連合軍の大将佐竹義重がやられないよう気をつけておかないとな。直線かっこいい。打ち上げで攻撃。いいねいいね。ひるみませんな。よいしょ、オッケー。勝利はあっちゃならない。伊達の家臣たちには酷なことだろうがな。本当にね、政宗様にあだなす者どもめ、町が討ち取ってくれる。すごい聞き覚えのある声ですね。さすがだね、カラちゃん。いいねいいね。よいしょ、いい。政宗公がここで勝利してはいけない。我が軍が伊達軍を押し返し始めた模様。どうか本陣へ。分かった。よしよし、すぐに戻るとしよう。解析率の低下。特定の条件で解析率が下がってしまうことがあります。しかし解析率が下がる条件が解析の手掛かりとなるかもしれません。なるほどですね。手はずは整っているのだ。あとは落ち着いて時を待つのみ。本当だ、 0% になってる。何をすべきだこれは。あ、ここでいいのか。わしは引くわけにはいかん。大した忠義。何をすべきだ。本之助はいいですねって言ってるんですけども、あ、迫ってくるからそいつを撃てと。了解。ちょっと順調すぎる気がするけど大丈夫かな。一生片倉小十郎がいながら無策のまま終わるとは思えないな。その通りだよ。またあんたか、すごい。
俺は一人で戦い抜く。せい、それだ。誰の手も借り、どうぞ。俺一人で十分だ。やっぱかっこいいね、カラちゃん。まだ相当必殺は使いませんよ。終わったか。あ、また下がったね。どういうことだ。倒してはいけなかったということかな。政宗様のためにも、また来たよ。なるほどね、そういうことですかい。オッケーオッケー、じゃあこの人を連れてこいと。政宗様に敵対する者らよ、覚悟せよ。伊達に害をなす前に葬ってくれる。鬼には差別殿。じゃあ私は伊達軍の味方だ。お、これでいいと。内通者が潜んでたってことか。じゃあこいつも押さえとかないとな。なるほどね。じゃあここで使いますか。一人で十分だ。バカされたよ。よいしょ。さあこの間は無敵なんでね、どんどん切りかかっていきましょう。バディ連撃。一度引いて体勢を立て直すべきか。だが決して逃げはせぬ。政宗様のため必ずやしんがりを務め上げてみせましょうぞ。よいしょ、オッケー。まさか行かせてもらう。オッケー。濡れるつもりはない。かっこいいけどそこには誰もいない。シゲ様を裏切ることを選んだばかりに。これで調査は一歩前進から。まあ、あとは残りの章を片付けるだけだな。行くぞ、三つ子、絡もう。まあ裏切ってね、いいことなんか一つもありませんからね。自分を大切にしてくれる人をちゃんと信頼しましょう。バディ連撃。よいしょい、オッケー。引くしかないのか。少しは政宗様のお役に立てただろうか。いやいや、生死で政宗公が生き延びたのは家臣たちの献身あってだな。頭が下がるぜ。まだだ、この程度で引いてなるものか。いけません、これ以上は御身にも危険が。私が結露を開きます。政宗様、どうか撤退を。やっぱりあの伊達政宗おかしいですね。興味はない。よし、これで今回の調査は完了ですかね。じゃあ次進んでいきましょう。いや、今回の未解析情報なかなか難しかったですね。まさか解析率が下がるとは思いもしませんでしたよ。まあでも考えてることは悪くなかったですね。まあ今後もどんどんね、難しいミッションが出てくると思うんで、そこも注意しながらやっていきたいと思います。よし、伊達軍が撤退に転じた。今度こそ生死の流れ通りになっただろう。だが、ああ、政宗公の様子を見に行こう。
よし、調査完了。次へ。お見事。ありがとうございます。一通り橋の戦いはこれで終わりですね。なんとか退却できましたね。それにしても本当にイケメンだな。左月殿も政宗様のお命を守れたのならば本望にございましょう。家臣の働きで拾った命、大切になさいませ。お家のためにもどうか。うるさい。政宗様、下がれ。ベラベラと煩わしいわ。分かっていないのはお前たちよ。俺には天地をひっくり返せるほどの才があるのだ。そぎ落とすべきものはむしろ生半可な情だ。絶対政宗さんこんなんじゃないでしょう。不甲斐ない父を討て、波動を目指せと俺に囁いた声があるように。感傷を受けてますね。俺のそばには何人たりとも近づけるな。小十郎、お前もだ。一人では危険ですよ。あんなことをおっしゃる方だったか。政宗様、一体どうされたというのだ。まるで前回の調査はね、側近が干渉を受けてたんですけども、今回はメインが干渉を受けてるんですね。もののけにでも疲れているような。もののけか。いいところをついているんじゃないか。確かに。第五部隊が言っていた。時間素行軍の干渉を受けた人間にはおかしな動きが見られたと。まあ前回の官兵衛はね、めちゃくちゃ落ち着いてましたからね。奴らを率いた黒田官兵衛は大きな障壁になったらしい。政宗公もそうなろうとしているんじゃないか。でもそこまで。一度本丸へ戻るぜ。もろもろ整理する必要がありそうだ。その必要はありますね。お、本丸レベルアップ。場所が賑やかになりますね。商品が追加されて娯楽室に配置できる人数が増えましたと。これで全て配置できるようになりましたね。よしよし。刀剣男子たちもレベルアップと。また強くなるか。よし、じゃあ今回はここまでですかね。いや、今回からね、また舞台が変わってメンバーも変わったんですけども、特に驚かされたのは鶴さんでしたね。あの直線攻撃めちゃくちゃかっこよかった。まあみっちゃんのね、必殺技もかっこよかったんですけども、まあ刀剣男子をね、代表するイケメン三人衆なんで、まあかっこいいって言ったらもうそれは間違いないんですよね。まあ今回はね、伊達政宗公が干渉を受けているということで待つのも悪くはない。まあできるだけ早くね、元に戻してあげないとですね。まあ次回以降、伊達政宗公を救っていきましょう。はい、ということで今回の動画ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。